これね、あの斎藤さんが出てこれないのがちょっと謎だけどね。相手にならねえよ。帰ろうか。春日山に帰るね、確かね。攻められてるからじゃないんですよ。あの敵対関係にあるからなんですよね。この左下にあると思うんですけど、敵陣営の戦力に勢力に援軍は寄せできませんってあるじゃないですか。対六角戦で斎藤さんが相手側についた後にうちに従属してしまって、その関係が壊れてないっていう、ちょっと、まあ、ちょっと非現実的ですけどね。そのことはありえねえと思うんだけど、なんだこれ。なんだこれ。何してんだ。誰もついてないね。何してくるの。何してつくの。9日後、9日後、4日後。あ、国民取れますね、これね。取れるよ。これは、うん、16日後だから取れるね。この城、うん。で、北条氏国がなぜか孤立するという謎パターンですね。謎すぎる。正虎もこの、これちょっと謎でしょ、この。こんなの普通にやってもさ、このルートはなかなかお目にかかれないですよね。意味あんのかなっていう。多分ないと思うんですけども。小田原取れるでしょ。これヒンヒンすると多分取れるな。面白いことが起きると思いますね。あ、これもう一周してきたら取れるな。わあ、滅んじゃったよ。滅んじゃったけど、大垣城取れるな。行こう。進め。ここからもう軍事八幡に行けば、軍事八幡城取れんじゃないかな。進め。ちょっと待ってね、ちょっと勝負だな。キヨス、鳴海城に行くって見せた方がいいかな。犬山に行けばいいんじゃないか。前進せよ。あ、集結しようとするんですね。ちょっとこれで様子見ましょう。ずるいけど。ん、ああ、援軍が間に合ったのか。ちょうどね、これで入って、岐阜城か。ババヘラ知ってんですか？ババヘラアイス。ひどい名前見えですよね。ババがヘラでアイス押し付けるから、ババヘラだみたいなね。とんでもねえよ。使いのものが来たようです。うん、いいよ。いいけども、ヒュンヒュン部隊はもう到着するから。先月の終始。半年後楽しみこれ。ちょっと待って。この城、もらい受ける。いらっしゃい。片付けない。我らの勝ちよ。勝ち時を上げる。これで徳川さんが援軍に来れなくなりましたから、こうはしてもいいでしょう。またがって来れないですからね。もしかしたら六角さんのこういうルートで来るかもしれませんけど、まあそれはそれでまあ別に。相手にとって効率が悪すぎますから、ざまみろみたいな。あ、ちょっと待って、小山ごぼう、早いな。我が戦、お見せしよう。助け立ちするぞ。多分落ちると思うんだけどね。行くぞ。間に合わないんじゃないかな。出陣するぞ。行くぜ、出陣だ。行くぞ。玉縄間に合っちゃうかもしれないけどね。つか立山の方がいいか、逆に。でここはヒュンヒュンすればですね。ヒュン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 。出陣するぞ。ここもヒュンヒュンしてるんですね。あ、違うな、玉縄に行けばいいのかこれね。まあいいでしょう、釣られるんだったらそっちの方が都合がいい。行くぞ。あ、釣られ、あ、この釣られ方よくねえな。行こうか。ああ、里見さんが邪魔なんだな。先生しよう、通してほしいから。ごめんね。あなたを助けたいんだ。行くぞ。ちょっと動けないな。じゃあこっちか。行こうか。間に合うかな。47日もかかんの？ちょっと様子見てみましょうか。待機。帰ったな。なんだよ、
入場して玉縄城取れないけど、逆に立山取れると思うね。小田原も取れないかもしれないな。あ、これもヒュンヒュンすればいいじゃん。ヒュン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 するとどうなるかっつうと、多分ね8型取れると思うな。無条件、ほぼ無条件でいいでしょう。先陣を切らせてもらう。集結してる。あ、いいんじゃない、いいんじゃないの。まあいいんじゃないかな。この戦、土地はもらったぞ。ねえ、小田原取れちゃったね。玉縄行かなくていいのかな。小田原の方が、あ、八王子からの方が近いのかな。よくわかんねえけど。何日着く ?14 日。2200。まあ、行くんだったら行けばいいけどね。ヒュンヒュンしてるところから多分舞台出れないから、多分片付くと思いますね、これで。で、風魔小太郎が、小田原のこの領地抜けたあたりから、小田原から韮山に行くと、風魔小太郎帰れなくて、韮山一撃多分落ちますね。予想、多分予想が当たると思うけど。あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、もう1位じゃないか。これはまずいですね。あ、ちょっとやりすぎてしまったな。たくましい感じだな。やっぱり仮想シナリオじゃないと武将が足りないんですね。これでどうだ。最高。うん、予想通り落ちましたね。でしょ。これ岬の扱いになってるから、立山から出現してれば万儀城の方へ開くかもしれんな。ちょっと行ってみましょうか。予想だけど。遅れを取るな。集結してるということはチャンスだな。どっか開くぞ。2200か。あ、開くと思ったけど開かねえな。どうすんだこれ。ここに集まってどうすんだろうね。戦力不足。あ、戦力不足か。強いのか城が。帰りましたね。帰ったから帰ろっか。1万くらいの兵が多分これで消えるはずなんだよね。ヒュン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 。我が領内に敵が迫っております。あ、里見さんが来んの。お前そんな暇じゃねえだろ。腹立つな。腹立ちますね。恨みをそれでね、注いであげましょうよ。待機せよ。あ、やべ、ま、ごめんごめん、ちゃんと見てなかった。小田さん、小田さん、小田さんほっといてもいいんじゃないかな。取られると思うけどね。我が領内に敵が迫っております。え、帰りやがったな。でもね、やれば取れますね、万儀城ね。うん、取らせてあげましょう。24日後、27日後。あ、これ間に合わないかもしれないな。あ、どういうルートで行くのこれ。これはね、小田原から行けばいいんじゃないかな。あ、行かなく、あ、行けねえのか。わかった。じゃあ、今川さんに来てもらうよ。ケチ。今川ケチだな。従属してるくせに。ちょっと待ってね。ちょっと多めの兵で行きましょうか。前進せよ。あ、小田原勢がいるのか。小田原勢帰ってもらおうかな。小田原からか、ちょっと遅すぎるか、帰ってもらおう。なんか、こう行こうとしてましたね。86日かけて集結するってどういうことなんですか。まあ、そういうことを相手に僕は強いてるわけなんですけれども。まあまあ、ヒュンヒュンしてればいいんじゃないかな。とにかくヒュンヒュンしてればいいですよね。もう一回まともな舞台出そうか。ちゃんとした舞台で行こう。そうだな。
そう、久々にまともな舞台でね、17000、13000減るけど、まあいいか。たまにはいいね、たまにはね。ちょっと小田原は返したい、意味ないから。富山も返すか。多分そろそろ上杉来るでしょ。上杉来るな。北条、松代、まあいいかな。ちょっと少ねえけど、ヒュンヒュンしてればなかなか開かないね。でも開くときが必ず来ますからね。で、万議長は多分落ちると思うんですよ。でもう北条も倒しきってしまうよ、そう、これでね。どうすかな。この志必ずや果たす。援軍出しましょうか。援軍来ねえかな、誰か。来ねえ。来ねえ。来ねえ。そういうルートで来るのか。集結してんな。どっから集結してんのこれ。ん？どうなってんのこれ。ん？あ、じゃあ。待機してりゃいいんじゃないかな。出陣するぞ。待機せよ。ちょっと待ってね。ああ、こうなってんのか。行くぞ。でここで待機すりゃいいんじゃないかな。出陣するぞ。人いないんだな。うん、ここはね、落ちてもしょうがないと思うんでね。今は待て。その代わり万議場と落ちるでしょ。なんだよ、もう終わりか。入場してしまおう。どうするつもりなんだ。北条さん、どっから来たの。あ、北条帰ったから立山落ちますね、これでね。クズでしょ、クズなんだ。手を打とう。帰ろっか、ちょっと当たりそうだ。後に続け。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。でこっち行こうか。皆の者、どうするかな。この城もらったぞ。取り返したでしょ。んどうするんだろうな。3500でしょ。どうするつもりなんですかね。どうするんだろう。ここにね、あと2、3人いたら3ヶ月で滅亡できるんですけど、武将の数が足りないですね。いかんせんね、しょうがねえな。武将の数が足りんな。うん、これでその裏切りがいっぱいあれば結構楽なんですけどね。あ、減ったな。減ったけど下田城これだと落ちるぞ。いいのか。仕方ねえ、待つか。うん、お、里見さん頑張った、偉いぞ。あ、誰だ。猪苗代さん、猪苗代さんすぐ裏切るからね。ワープ要因だやつも。皆の者、我に続け。まだ、ちょっとまだなの。鈴木が織田を滅ぼすとはな。まあこれで交代すればいいですよね。落ちるだろそれで。適当だけど。あ、やべやべ、勝てねえ。なんだよ、そんなに集まってんのかよ。あ、あ、これね、西側がちょっとやばいんじゃないかな。どうしようか、これどうしようかな。あの三好さんがね、こっちにつかなかったのでかいな。どうしようか。まあでも、あの三好さんのあの方位もね、クリアしたから何とでもなるでしょう、何とでもなるでしょう。どんとこいだな。終わった。ああ、長かった。よし、これで武将不足が
改善されますね。なんつったってね、この量ですから。帰ろう。疲れた。疲れましたね。帰ろう帰ろう。じゃあ、包囲網を楽しみましょうね。包囲網楽しいからね。どうなってるかな？我らの勝ち、勝ち時を上げろ。で、まあ、入場してしまえばいいね。これでちょっとごまかしてよっか。ちょっとね、ごまかしながらやると思うか。まともにやるのがバカバカしい。ああ、畠山さん来んの？これ倒せるね。来たってね。そうね、やっとね、これ3部隊で出れば勝てるから。ちょっと1人だときついんですよね。3000でも勝てると思うんだな。これで取れるでしょ。万人城、いざ参ろうか。万人城取れますね。何しに来たのこいつ。まあね、ホイモはね、こういうことを起きるから面白いんですね。どうしても勝てないのに来るっていう。勝てる。え、負けたの？マジかよ。ごめん、言い過ぎた。3人いたら勝てるとかっつうの言い過ぎましたね。マジかよ。3000に来る。何時に来るのこれ。33日で来るのか。ちょっと包囲に切り替えましょうかね。悪いが負けられぬのでな。これなんで落ちるか多分よくわかんないと思うんですよね、敵が。ええみたいな感じだと思うんだけど。いいんじゃないかな。どうしよっか。結構兵残ってるね。よしよし、まっすぐ岬に行きゃいいんじゃないかな。戻ってくんだ。誰が戻ってくんだ。あ、よし、ワープ要員がここで役に立つのね。仕込んでいたワープ要員がね。これ結構地味だけど、結構強いんじゃないかな。なかなかあれでしょう、気づきづらいですよねこれね。ワープさせるみたいなね。ワープで、これで合流できちゃうからね。これいいんじゃないかな。これぜひおすすめしますよ、このワープ要員戦法は。地味だけど戦力の幅広がるでしょ。地味だけど。地味だけどね。3000か。3000なら勝てんじゃねえか。勝てんだろ。勝ってくれよ。いいぞ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 。ずるいぞ。ずるいずるいね。ずるいな。3人来たから、ここから出撃できますね。これでね、ホイでもできてしまえば、儲けもんだからな。帰るでしょ、多分前線の誰かが。来い。これちょっとおまけで落ちましたね。ホイモに乗せられて、ね、蛍光となるも、牛語となるなかれっつって、騙されて、攻め込んで死んだパターンですね。ざまみろ。どう見ろ。石山ごぼうもなぜか健在だしね。なぜだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。大丈夫かな。大丈夫かな。よし、行こう。高登場。強行。でね、筒井ヶ崎にも行かないとダメじゃないかな。これぐらいの差がないと勝てないでしょ。あっ、誰が筒井か。じゃあのこれは籠城して地義山城から直接行く感じでいいんじゃないかな。戸市城から来るかもしれないけど、まあなんとかなるでしょう。来い来い、勝てるでしょう。落ちるでしょう。ちょっとバグってますね、北条さんが。よくわかんない城の取られ方してるから。ね、ここにいる必要なんかないんですよ、あなた方は。ねえ、棺桶だ。うんうん、そうそう。もう戻ればいいですよね。あ、じゃあ帰ればいいじゃん。帰ればいいですね。別に本気にやる気はないですからね。勝てるでしょ。勝てる勝てる。皆の者、よし、落ちる。お、菅沼さん、生え抜きじゃん。大活躍ですね。そう、直虎さんどこ行ったの。小田原にいんの。すげえな。T
じゃあそろそろ直虎さんに活躍してもらいましょうか。皆の者、我に続け。北畑、誰だ。まあワープ要員でいいですワープ要員でいいですよ。我らとて、負けられぬのだ。ヒュンヒュンしてるですね。ヒュン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 。それで、あ、ワープしましょうか。ちょっと武将少ないからね。サモアリナ、サモアリナ。八型に来てもらいましょう。これ1500か。1500プラスされれば結構でかいんじゃないか。口惜しきことです。ワープ、まあ、とんでもワープできるからね。我に続け。おお、あ、あ、あ、このね、時間節約できるのが一番でかいですよね。我に続け。ゴーゴー。あ、来んのか、誰が来んだ、お前が来んのか。我らの勝ちよ、勝ち時を上げ。ちょっとまさかこんな取られ方は想定してないでしょうね。八王子の部隊を入場させようか。いや、違うな。全員牢城にさせようか。報告いたします。でも9月が来るから、いや違うな、あと3ヶ月さえなきゃいけないんだな。なるほどなるほど。よくやってくれたな。うわー、えげつな。おいおい、こんなもんかい。あー、金ヶ崎落ちるでしょ。先に行くぞ。この城もらっていくぜ。まあ、いざ参る。このまま一条谷に行けばいいですよね。出陣する。たまらず帰ったけど意味ねえと思うんだよな。これあー、来ましたね。待ってましたよ。これはね、わざと籠城した方がいいでしょ。もうね、帰れないと思うんですよ、このルート。帰れないと思いますよ。1450でしょ ?1450 で攻め口が2つ。兵が1450残してて、S で攻め口が2つで1人残してるから、簡単に落ちないって踏んでるんだと思うんですよね。おっしゃる通りなんですよ。じゃあどうするのかっていうと、別に落とさなくてもいいんですよね。筒井さんの城がね、落ちもしないのに包囲されてるのと同じように、包囲さえしてしまえばいいですよね。でこっちとこっち落としちゃえばもう何もできないから、それでいいんじゃないかな。これで集結が早い人だけでいけば5800、6900は十分でしょう。出陣しよう。で竹田城も行けばいいですね。あ、もうこれ以上いないかな。まあ、いなくてもいいですけどね。3700、まあいいんじゃないか。現地集合とかしたすれば多分勝てるから、これで終わりだ。ちょっと乱暴だけど、この辺多分一掃されますね。それでね、この辺もある程度一掃されるでしょう。で上杉さん結局何もできなかったですからね。第2のヒュンヒュン伝説でもう やっちまいましょうな。ヒュンヒュン、最高。あ、どうした、直虎さんかな。ダメ、勝てる、落ちる。あ、呼ぶか。あ、ちょっと待って。あ、12人がいるから、姉が浩二さん入れた方がいいね。で、はい、行こう。このまま行けばいいですね。C だから多分落ちるんじゃないかな。まあ、落ちなくてもいいですね。2枚控えてるから、どうせ落ちるでしょう。OK。何部隊かな ?9 部隊、フルで残ってる。そうなの。入れる。
こっちは？あー、ちょっと待ってね。これ返して、現地集合したいんですよね。そうだなぁ。勝家に帰ってもらおうか？これで合流できるでしょ。違う違う違う。8500だったら里見さん滅ぶんじゃないかな、うん、これでいいんじゃないかな。でも帰ってもいいですね、用済みだから。うん、これくらいだったらもうヒュンヒュンする必要ないんでね。これでまあ壊してあげてもいいでしょう、北条さんと。完璧だ。かしこまりました。そうだな、まともにプレイすることを覚えたと聞いて、誰から聞いたんですか。誰から聞いたんですか。だいぶまともじゃないですよ、はっきり言って。秘境伝説じゃないか、それかぐらいですね。あ、でも、スパチャありがとうございます。どうもありがとうございます。ね、スパチャもらえる身分になっちゃったんですね。まあ、涙ちょちょ切れますよ。これはね、方位でいいですね。さっきも言ったように、別にここ取る必要はないんですよね。包囲しちゃえばもう帰れないし、舞台も出撃できないし、うん、狙わずに包囲にされてしまうのはダメですけれども、狙ってこっちが包囲にするんであれば全然構わないですよね。あ、なんか落ちそうだな。そんなの頑張ってくれよ。城が弱いのか、そんなことないよね、頑張ってくれよ。ここ落とされるとさすがにめんどくせえな。念のため取り返し部隊行こうか。ちょっと心配だ。兼重ちょっと強いからもったいないけど、まあ、行こうか。クズクズですよ、クズ。攻略実況系 YouTuber の中でクズですけれども、いいクズですよね。よさげなクズ。これ勝てるでしょ、落ちる。覚悟なき者に負けはせぬ。やっぱりその三好さんのすごい苦しい包囲もクリアしといてよかったですね。全然慌てないですね。どんと来いって感じだ。報告いたします。てか、早く包囲も来てほしいぐらいですね。変態だ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。闇取引あした方がいいな。多分3、4万ぐらい兵動いてるからね、買った方がいいな。取引を行いましょう。オッケー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 。もう帰れないと思うんですよね。こんな遠くまで来ちゃったらね。いいんじゃないかな。なかなか減らないね、兵は。ここ落ちたら武田と交わしてあげてもいいかな。戦力不足？マジかよ。マジかよ。かしこまった。分かったよ。かしこまりました。多いかな。あ、ごめん、時間進めちゃった。ごめん。王朝の役目よ。あ、来んの？まあいいけど、もう来たら来たで餌食ですけどね。まあ来たまえ。頼むよ。まともにプレイ、まともかな。まともにプレイするんだったら、こうは。あ、いいよ。やっぱりその、ここで4、5番の兵と兵がぶつかり合うのがまともだと思うんですよね。で、準拳場いっぱいとか、砦立てまくって、まず間違いない地理条件自分で組み立てておいて、勝って全滅させてね。まあ、全滅じゃなくてもいいけど、で、城かっさらうみたいな感じじゃないですか。それもやりつつですよね。変態プレイもやりつつですよ。もうすべての手段を選ばない感じですね。まあ、いいんじゃない？こんなんでね。浅井さんと何でやってるんだっけか。浅井さんも別に講和していいですよね。もう援軍来ないでしょ。かしこまりました。来ても倒せるでしょ。かしこまりました。
筒井さんはちょっと許さない感じだな。同盟、同盟結ぼう。かしこまりました。そうだな、行こう。我らの勝ちだ。いいね。あ、これで呼べばいいんじゃない？呼べねえのかい。あー、これ A だもんな。659の2900で一回解散した方がいいかもしんないね。いや違うな。あ、一回解散しよっか。筒井さんもまあ滅ぼしてもいいですよね。650、まあ、包囲し続けるとこの兵が回復しないから、ここでまあいけんじゃねえかな。もう一回ね、目いっぱいいけんじゃないの。うん、ちょっと米減るけど、米減るっていうかすげえ減るな。2連発包囲網でも食らわない限り大丈夫でしょって言ったらまた来そうですけどね。誰来んのこれ。朝倉、ダメ。誰が来んのこれ。包囲でもいいでしょうね。誰来んの。ちょっと待って、誰が来てんのこれ。あ、三好か。三好が援軍で来てんのか。援軍で城攻めに来てるってのは相当珍しいですね。大体防衛に回るはずなんですけれども、まあ、記念に、じゃあ包囲されてあげましょうか。記念包囲。あ、帰りましたね、やつらは。何しに来たんだこの野郎。意味わかんねえ。敵はおらぬ。うちの子供は終始ですね、怖いよーって言ってたね。怖いよーって。でも初めて映画館行ったんですけど、怖い怖いって言ってましたね。で、見終わった後は、うん、全然怖くなかったって。なんで強がってんだみたいな。全然怖くないみたいな。普通に追い払ってやるか。出陣する。全然怖くないって言ってましたね。待ってね、ここ落ちるな。悪いが負けられぬのでな。伏線もそんなになかったですかね。こっちはもうちょっとだな。我らを甘く見たようだな。いらっしゃい。に歯向かうとは愚かなものよ。ただまあさすがにもうそれでクリアはもう確実ですね。あとはいかに綺麗にフィニッシュするかっていうところですね。じゃあちょっとここは落ちるまでやりたいかな。次してくるかな。口ほどにもありませんでしたね。ごめんね、帰ろ。いやー疲れた。どうやって耐えるかっていうよりはどうやって華麗に倒すかっていうのが中心だと思うんで、多分この人やられると思うんですよね。バババババってやられると思うんで。それ期待していただければいいと思いますね。絶妙なその攻防については多分上杉家との戦いが待ってると思うんですよね。でもその辺ちょっと面白いんじゃないかな。じゃないかな。また、お越しいただければ幸いです。ではでは。